こんにちは、兄です。今日はですね、ポコロンダンジョンズのガチャをやってみたいと思います。で、普段ね、携帯のゲームってすごいやる方じゃないんですけども、まあ時間潰し的にね、パズルゲームであったりとか、あとまあ麻雀とかね、そういったものをやっています。この間までは妖怪ウォッチのなんかツムツムだじゃないやつ、プニプニだっけ、なんか忘れちゃった、なんかね、そんなのやってましたね。で、まあこのね、ポコロンダンジョンってやつ、まあずっと前からやってるわけじゃなくて、いつからのかも知らないんだけど、ふと見たらね、このウルトラマンとのコラボがあるっていうことなので、じゃあちょっとどんなもんだかやってみようと思ってね、それでダウンロードして今やってるような感じです。で、ゲームのシステムとしては、あれ、パズドラとかとちょっと似てるっていうか、会社がパズドラと一緒なのかな、なんか似たような雰囲気を感じますね。で、今ね、ウルトラマンコラボやっていて、で、10連をやるには、このクリスタルみたいなのが50個必要だということなので、とりあえずね、50個貯めてみました。で、ここのガチャのとこね、この石像がウルトラマンっぽい感じになってるんだけども、なんか気持ち悪いよね。で、ここがガチャのね、とこですね。こんな感じになっていて、これが内容かな？よいしょ。ポチッと反応したかな？はい。ガチャの詳細はこんな感じで、星号が0とレオと7、ティガ、ウルトラマンですね。で、星4が X、キング・ジョー、ゴモラ、ピグモン、みたいな、そんな感じです。で、あとなんか、すごい進化をする奴らもいるよ、と。いうとこですね。まあ字はめんどくさいから下行こう。はい。モンスター紹介。ゼロね。これですね。星5。かっこいいね。で、次は、これ、ウルティメイトゼロ。あ、これが進化なんだ。進化したらウルティメイトゼロになるよと。次がレオで、で、レオは、これは進化するとアストロと一緒なんですね。で、その次がセブンで、こいつは進化すると、ブラザーズマントみたいなのがついたセブンですね。で、次がティガ。ティガも進化って書いてあったね。おー、グリッターティガになる。なるほど。で、次がウルトラマンで、ウルトラマン進化すると、あ、進化じゃないのか。この人は進化ないんだ。で、X が星4で、こっから星4かな。で、キング・ジョー、ゴモラ、ピグモンと。いう感じで、これでおしまいですね。はい。さあさあ、どうでしょうかね。まあ、星4が出れば勝ちっていうことなんでしょうかね。閉じると。じゃあ、行ってみましょうか。何が出るか。行きます。初めてね、ガチャ回すんで、ちょっとどんな感じだかもわかんないんだけど、音声一応出してみようか。よし、じゃあ行きます。せい。星3以上のモンスターが出現。コラボキャラ、あ、全部がウルトラマンのキャラじゃないんだ。なるほど。それはちょっと、なんか考えてたと違うな。全部ウルトラマンキャラなのかと思ってた。いきます。なるほど。じゃあちょっと今整理します。はい、整理してきました。じゃあ行きましょう。ドンと。10連ガチャいきます。どうなるんでしょう。はい。あ、これね、横にスッてやるのね。おー、すごいすごい。金色いっぱい。何？全然わかんない。激レアなのね。なんだ？名前どこ？ガウェイン。次は。おー、来たー、X! やったー。あ、電池がない。ウルトラマン X、星4でございます。レベル37。やったー。ザナディウム光線。おー、チェインスキルは X クロスチョップ。っていうかもうこれで出ちゃったってこと？これはなんだ？アルバドラゴン。佐々木小次郎。女じゃないのこれ。ウルトラマン系一体しか来ないのこれ。ガネーシャ。おー、来たー、ピグモン、星4じゃん。やっ
った。レベルが、おぉ、50分の47。すごいすごい。次は、これは何でしょう。この花咲くや。なんか聞いたことあるね。次は、誰？バーシバル。おぉ、ゴモラ来た。すごくない？なんか星4すごいいっぱい出てんだけど。あ、で、ピグモン。あ、ピグモンもう一個来たんだ。はい。そういうわけで、10回やって、ウルトラマン系は、1、2、3、4個ですね。しかも全部星4。っていうか、それ以外のキャラクターがあるのかどうかも知らないんだけど、うん。とりあえず、すごいいいんじゃない？まあ、星5出なかったけどね。でも他もみんな星4だね。この辺みんな星4で。うん。星3はこの人だけだ。なんかこう、いまいちシステムが分かってないから、これが運がいいのかどうかも分からないんだけども、とりあえずね、X が出てよかったですね。うん。はい。じゃあこの後ね、この人たち使ってね、またしばらく遊んでいきたいと思います。また溜まったらね、ガチャとか、まああんまやるかどうか分かんないけど、まあそういった動画ね、やるかもしれないので、それでは次の動画で。バイバイ。